この動画では、切開沈着性腱板炎の画像診断についてお話ししていきます。切開沈着性腱板炎は、肩の腱板などに切開沈着が起き、夜間痛などを発する疾患ですけれども、まず切開沈着性腱板炎の病態について説明していきます。そして、その知識をもとに切開沈着性腱板炎の画像診断について、 CT、レントゲン、MRI などのお話をしていきたいと思います。また、最後には技師が知っていて得するプラスアルファということで、少しマニアックですけれども、 MRI の SWI の技術についても説明していきたいと思います。それでは始めさせていただきます。症例を提示します。80歳女性の夜間痛の症例です。脂肪抑制の T2 強調画像、 T1 強調画像、 T2 スター強調画像、いずれでも低信号を示す丸い構造物がこの部分に見受けられます。この丸い構造物は特に T2 スター強調画像で明瞭なようです。棘上筋腱自体はこの部分でわずかに信号上昇がありますが、連続性は保たれています。滑液法や関節法から水が流れ込んでいるような所見はなく、断裂ではなく炎症が示唆されると思われます。レントゲンでは MRI の低信号体と同じ部分にこのような高信号の構造物が見受けられました。こちらは切開化ということになるので、以上の所見から切開沈着性腱板炎と診断されました。切開沈着性腱板炎は、腱板内に沈着したカルシウム塩によって誘起される急性炎症とされ、ハイドロキシアパタイトと呼ばれる骨や歯を構成するリン酸カルシウムがこの部分に沈着し、急性の炎症が生じます。それによって肩の疼痛や運動制限が起こるとされています。中年の女性に多く、外傷とは無関係とされており、頻度としては棘上筋腱、棘下筋腱、小円筋腱、肩甲下筋腱の順番となります。このような肩を構成する筋肉については別の動画で詳しく解説していますので、それらをご参照ください。また、切開に関しては濃厚なミルク状からスタートし、どんどん固まっていき、練り歯磨き状、石膏状というふうにどんどん硬くなっていきます。また、切開が膨らんでいくとともに痛みが増し、この切開が滑液包内に破れてる時があるんですが、その時に非常に大きな激痛となるとされています。切開沈着性腱板炎による痛みの原因としては、先ほど言ったように滑液包内に破れ出る時の急性の炎症、そしてこの部分に切開があることによって、上腕骨を上に上げるために腱鞘、上腕骨頭、この切開という硬いものにこの腱板が挟まれることによって摩擦による衝突が起きます。それをインピンジメントというんですけれども、そのインピンジメントも痛みの原因となります。治療としては痛み止め、ステロイド注射、ミルク状の切開の場合には吸引、またカチカチの切開の場合には体外衝撃波、手術などが考慮されます。切開沈着性腱板炎の画像診断としては、切開自体の評価にはレントゲンと CT が適します。こちらのレントゲンの症例では、腱鞘と上腕骨頭の間のこの部分に切開がありますけれども、 CT で見てみると棘上筋腱の部分に対応します。この部分に切開化があることによって、上腕骨を上に上げるためにこの部分で摩擦による衝突、つまりインピンジメントが起き、痛みが生じるわけです。また、こちらの症例ではこの部分に三角筋か滑液包がありますが、その滑液包内に切開が破れ出てしまっています。このように腱板から滑液包内に切開が破れ出た際にも激痛が走ると言われています。切開沈着性腱板炎で沈着する切開成分に関しては、ミルク状のドロドロの成状からカッチカチの切開まで様々な成状があります。その切開の成状に関してはレントゲンである程度評価が可能で、このゲルトナー分類という分類によって切開を評価していきます。切開が硬いか溶けかけているかについて分類をしていきます。タイプ1からタイプ3まであり、タイプ1はこちらの症例のように辺縁が非常に明瞭で内部が均一の切開、こちらはカッチカチの切開ということになります。こちらはタイプ3の症例ですけれども、タイプ3ではこの辺縁部分ですね、境界が不明瞭で、なおかつ内部が不均一の正常、こちらは溶けかけている切開を示唆します。タイプ2はその間ということになりますけれども、このようにタイプ1からタイプ3まで分類することによって、切開が硬いか溶けかけているかを
評価していきます。それによって治療方針の参考にしていくわけです。 MRI による画像診断では石灰化は全てのシーケンスで低信号となり、時計するには少し慣れが必要となります。ブラックシグナルと言われ、時価率の影響を反映していると思われますが、 T2 スター強調画像で特に分かりやすいと思います。 MRI による画像診断では石灰化そのものを見るというよりも、腱板断裂など他の合併する病態がないかをチェックすることが重要で、骨や軟部組織の不死性変化も同時に分かるため、こちらもチェックしていきます。不死性変化に関しては T2 強調画像系では水が高信号となるため、そのような高信号を探し、 T1 強調画像系では水は低信号となるため、 T1 強調画像の低信号を探していきます。それでは、技師が知っていて得するプラスアルファということで、SWI による石灰化の評価について紹介します。SWI とは MRI で撮像するシーケンスの一つで、サセプティビリティ・ウェイティッド・イメージング、時価率強調画像と言います。こちらは石灰沈着性腱板炎の症例ですけれども、レントゲンでこの部分の石灰化が明らかです。MRI の弱点としては、石灰化の病室が苦手というのがあり、先ほどのブラックシグナルを探すんですが、T1 強調画像で低信号、脂肪抑制の T2 強調画像でともに低信号という特徴がありますけれども、明らかにレントゲンの方が分かりやすいと思います。このように MRI では石灰化の病室が少し苦手な印象がありますが、それを補完するのがこの SWI というシーケンスです。このシーケンスは強度画像といわれるマグニチュード画像と位相画像といわれるフェーズ画像の両方出力できる特徴があります。一般的によく用いられるのがこのマグニチュード画像で、例えばよく用いられるものに出血があるんですが、出血成分というのは正常な組織と自家率が大きく異なりますので、その自家率 を強調して低信号で病出するというのが一般的な使い方です。しかしこのマグニチュード画像だけでは、例えば出血と石灰化は共に低信号で病出され、両者を鑑別できないという弱点があります。そこでこのフェーズ画像を用いることで両者を鑑別できる報告があり、例えば石灰化では半時性を反映し、このフェーズ画像で高信号となるのが特徴的ですけれども、それに対し出血成分というのは主に常時性体ですので、その時性の違いを反映し、対照的な低信号となることによって両者を鑑別することができます。こちらの石灰沈着性腱板炎の症例では、通常のマグニチュード画像では自家率の変化を強調し低信号となっていますが、白黒反転させることによって高信号で病出しています。さらに位相画像では半時性を反映し、このように高信号で病出することによってレントゲンと同じ石灰化をこのように病出することができています。標準的なシーケンスでは石灰化に対する感度は 59%、 得意度は 67% と少し心もとないものがありますけれども、 SWI を追加することによって感度 98%、 得意度 96% と感度得意度を跳ね上げることができるということで、 MRI の弱点である石灰化に対して補完できるということで、ここで紹介させていただきました。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は石灰沈着性腱板炎の病態と画像診断についてお話しさせていただきました。石灰化の評価に関してはレントゲンと CT が基本になると思います。レントゲンでは石灰化が溶けかけている石灰化なのか、それともカチカチの石灰化なのかをある程度鑑別することができます。その評価としてゲルトナー分類ということで紹介させていただきました。MRI では石灰化はブラックシグナル、全てのシーケンスで低信号になる特徴があります。MRI の役割としては、石灰化そのものの評価よりも、腱板断裂が合併していないかや、不死性変化がないかなどをチェックすることが重要です。また、技師が知っていて得するプラスアルファということで、MRI の弱点である石灰化について、SWI による感度得意度の上昇について紹介させていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。スライド作成に関して参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。